はい、今回もですね、前回に続いてまた薪を取りに行きます。まあチェーンソーなんかもね用意したんですが、今回はねこれを使いたいと思うんですよね。滑車を2つ組み合わせて3倍の力で引っ張れる道具なんですけども、これを使えば丸太を楽に引っ張り上げられると思ったんですけどもね。まあ見てみてください。前回と同じ現場ですね。軽トラに1杯分運んだんですが、まだねこんだけ残っています。ちょっと見づらいですけどもね、ここにね丸太が2本、結構長いのがね2本あります。1人で引き上げるのはねちょっと厳しい大きさなんですよね。かといってこの場で小さく切ってしまうと下に転がり落ちる可能性が高いんですね。この下は川なんでね、一回川に落ちてしまうともうね上げることはできません。軽トラでそのまま引っ張ってもいいんですが、そうするとですねこの辺りを丸太でぐしゃぐしゃにね掘り起こしてしまうと思うんですよね。できるだけ現場を荒らしたくはないので、軽トラにさっきの滑車をつないで人力で引っ張ってあげられないかなと。ファクトリー9、滑車を軽トラの牽引フックに引っ掛けます。ロープを丸太に結ぶんですが、手前にね細かい枝がたくさんあって、まあ一度どかしたいんですけども、ツルが絡んでるんですよね。なのでそのままねロープを丸太に結びます。ロープのちょうどいい位置にフックをね引っ掛けたいんですよね。こういう時はバタフライノットを作ります。ロープの途中に輪っかを作りたい時はバタフライノットが便利ですね。これで引っ張れば3倍の力で引っ張れるんでね、要するに3人で引っ張ってるのと同じなんでね、3人いれば引き上げられるだろうなと思ったんですが、これがね全然来ないんですよね。少し持ち上がるんですが、それ以降ね全く引っ張れないんですね。重たくて引っ張れない時はもうこれ以上ダメだなっていうのは分かるんですが、なんかねちょっと違うんですよね。何か枝でも引っかかってるのかなという、そういう感じなんで、ちょっとね一旦引っ張った状態で軽トラに結んで丸太の状態をね見ようと思います。この丸太の方が上にはあるんですが、この手前のねこの丸太がちょっと邪魔してるんですね。ロープを結び直して手前の丸太を先に上げた方がいいかなと。ちょっとね順番を変えます。この日はねもう9月下旬なんですけども、ここがね直射日光が当たってね暑いんですよね。ちょっとねバテてきました。はい、手前の丸太につなぎ直しました。これで引っ張れると思うんですけどもね。ん？ダメだな、なかなか引っ張れない。これもねなんか途中までしか引っ張れない。
丸太の大きさに対してちょっとね重すぎます。もうだいぶねバテてきました。なんでこんなに引っ張れないのか、そんなに重いはずはないと思うんですけどもね。ちょっとねもうバテちゃったのもあって、この滑車で引っ張るのはねちょっとやめて、軽トラでね直接引っ張ってみたいと思います。引っ張った時にねあんまり土が掘られちゃうようだったらやめますけども、ちょっと引っ張ってみて様子を見たいと思います。なんかおかしいんですよね、こんなに重いはずはない。この簡単にほどけるはずのバタフライノットでさえねこんなに締まっちゃってるんですよね。なんか今日はねダメですね、いろいろとうまくいかない。軽トラにもやい結びでロープを結びます。この時ねこんな感じで引き時計結びにしておくと取りやすいです。まさかこれまでね締まっちゃうことはないと思うんですけどもね。まあとにかく今日は調子が悪いんでね、さあどうなるでしょうか、引っ張ってみようと思います。撮影はスマホでやってるんですが、なんと撮れていないというね、直射日光で温度が上がりすぎて途中で止まってしまったようです。もう今日は本当にねいろいろダメですね。スマホの位置を日陰に移しました。ここから撮ってみたいと思います。さあ果たして引っ張れるでしょうか。おっとダメですね。もう少し吹かせば引っ張れるのかもしれませんが、これ以上引っ張るとロープが切れるかホイールスピンするか、そんな感じなんですよね。ファクトリー9。一本丸ごと引っ張るのは諦めて半分に切ろうと思います。いやーもう汗だくです。まだ一本も上げられてませんからね。これで上がらなかったらもうどうしようかなと、本当に嫌になってきてますね。はい、ようやく上がりました。丸太の周りにツルがめちゃめちゃ絡んでます。上がらなかったのはこれが原因ですね。ツルは細くてもねあちこちに絡みついてるんで甘く見ちゃいけないですね。本当にこの日はねうまくいかない、暑くて汗だくですしね、おまけにもうスズメバチまで飛んでくるというね。やってられるかしょ。ファクトリー9。絡んだツルをチェーンソーで切ります。これやっと1本目ですからね、作業を始めて1時間近く、1時間でやっと1本上げられただけです。もう本当にね汗だくで嫌になってます。このツル本当勘弁してほしい。ファクトリー9。もう半分ですね。ロープを縛りますがやっぱりねツルが絡んでなかなか結びつけられません。もうこうなってくるとねもうなかなか頭も働かなくなってくるんですよね。ようやく気がついて、簡単な結び方ティンバーヒッチで結びます。ティンバーヒッチはロープを折り返してからこういう風にね巻きつけるだけなんで、ほどくのはすごく簡単ですが、ロープを引っ張っていればほどけることはまずありません。はい、もうヘトヘトで足元も怪しいですね。ファクトリー9。さあ残り半分引っ張れるでしょうか。絡みついたツルがあらゆるものを引き連れてきています。これじゃ引っ張れないはずですよね。こ
この木を切る前にもともとついていたつる性の植物が木を切った後も成長して、切った後の周りの小枝にもね全部絡んだと、そんな感じなんですね。いやー、つるが絡んだ薪、侮っちゃいけません。はい、ツルが絡んで引っ張れないのがよく分かったんで、今度はね先に周りのツルをね切っておきたいと思います。さあ今度こそ滑車で引っ張れるか。もうねご覧になっている方は軽トラで引っ張れよと、もう早く軽トラで引っ張ってやめろよと思うかもしれませんが、もうここまで来るとねもう本当にね意地なんですよね。できないことに腹が立ってきて、もうできるまでやめないというね、できないと納得がいかないというね、そういう感じになってきました。さあこの一本を何とかして滑車で上げたい、人力で上げたいんですよね。アクトリキュー、さあ引っ張ります。やっぱり重いというかね、体力がなくなってますね。かなりしんどいです。でもね、ツルを切っておいたからだと思うんですけども、手応えはあるんですよね。よし、だんだん上がってきました。本当にヘッドヘッドなんでね、続けては上げられない、引っ張れない。もう本当にやばいです。体力というかね、気力というかね、もう全部使い果たしました。これが最初の1本ならね上げられたかもしれないんですが、もうダメです。もうね意地で引っ張るのは諦めました。結び直して軽トラで引っ張ります。もういいです、終了です。なぜかクラクションを鳴らすというね、周りの枝をねいっぱい引っ張ってきてしまいました。でもこれでね引き上げる分は終わったんで、あとは積み込みです。でもヘトヘトです。アクトリキュー、まあね大変でしたが、これがね薪拾いの現実なんですよね。軽トラが止められる道の脇に木が置いてあるなんてね、一番いい薪集めとしてはね一番いい状態なんですが、実際やり始めるとねこんなことになるんですね。さあこの枝もね片付けないといけませんし、太いやつは積み込みです。もうあとはね軽トラに積むだけなんでね、本当に楽な作業ですね。この
この飛び口を使うとね、腰を曲げずに作業ができるんですよね。こんな感じで腰痛持ちには強い味方になりますね。本当に使える道具です。こうやってね、引っ張り上げる時も腰を曲げずに済むんですよね。ちょっと無理な体勢ではありますが、腰にね、負担はありません。最後はトングを使います。せっかくね、長い状態で引っ張り上げたんで、短く切らずにね、できるだけこのまま持って帰って何かに使いたいなと、そんなこと考えてるんですよね。軽トラに黒いマットが敷いてありますが、これはね、傷防止にはなるんですが、薪を積むときにね、滑らないっていうね、そういう欠点もあります。薪を積み終わって走り出せばね、荷崩れしにくいんでね、それはいいんだと思うんですが、まあ一長一短って感じですね。もうヘトヘトなんですけどもね。ここで近くに住むおじさんが来ました。大きい木は全部上にあげたんで持って帰りますと、そういう話をしたら、細い枝は捨てておくからいいよということで、細い枝の処分はね、ちょっとねこの方にお願いしてしまいました。さあこれでね、最後の1個ですね。この節の部分はね、本当に重いんですよね。樹脂がしっかり詰まってるっていう、そんな感じです。これが日持ちがいいね、いい薪になるんでね。太めの枝も持って帰ります。これはね、この木の枝じゃなくて、隣に生えていた桜の木の枝のようなんですよね。これは別にしておいて、ステーキを焼くときにね、この枝で焼くと本当にね、香りのいい美味しいステーキが焼けます。ということで積み込み終了です。お疲れ様でした。ファクトリー9。まあとにかく今回はね、疲れました。3倍の力で引けるあの滑車を使えばね、もう簡単に上がると、そう考えていたのが大きな間違いでしたね。ツルがあんなにも絡んでいるとは思いもしませんでしたし、まあ絡んでいてもね、ツルぐらいであんなに重たくなるとはね、ちょっと予想外でした。いつも木の大きさだけ見てね、持って帰れるかどうか判断してるんですが、これからはね、ツルが絡んでるかどうか、これもね、ちゃんとチェックしないといけませんね。まあ今回は勉強になったってことでね、まあ怪我もしませんでしたし、いい経験になったと思います。せっかく大変な思いをして、このね、長い丸太が手に入ったんで、これをね、薪にするのはちょっともったいなくて、何か使えないかなと、何か作れないかなと考えてるんですけどもね、何かいいアイデアがあればコメントいただけると助かります。ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。メンバーシップもよろしくお願いします。